どうもこんにちは、太郎です。一人続きやっていきましょう。浮雲もリーグですね。ハリム君にいろいろバレちゃったけど大丈夫かなあ、特訓が終わったとかこれまたスプーンでガリガリやるのかな。疲れた。もう一歩も歩けねえんだぞでも頑張ろう、グリム。なんとかして脱出しよう。ああ、脱出しようってなんか、自分たちのことしか考えてないみたいだよね。これにしよっか。俺様だってもう限界なんだぞ。こんな牢獄には1秒たりとていたくねえ。ごもっとも。疲れてるし、もう眠たいけど。今夜こそ、このスプーンで床に穴を開けてやるんだぞ。おやる気あるな、グリム。すごい。お前すごいわ。ちょりちょりちょり。カラーン。え、穴開いたまさか。おい。なあ。え。見ろ。ついに床に穴を開けることができたんだぞ。すごすぎる、グリム。マジか。そんなにでかくは開けられなかったけど、頭が通れば大体の穴は倒れるって、相場が決まってるんだよさ。それはグリムな。グリムだけだよ、それは。動物らしい肩だな。肩なんだよ。俺様が先に出て引っ張ってやる。よし、脱出作戦開始なんだぞマジで引っ張られんの、俺頭しか入ってないのに廊下やっと部屋の外に出られたんだぞ。よし、すぐに帰ろうそうだな、下になろっか。さあ、今のうちにオンボロ寮へ戻るんだぞ。音を立てないように。ん腹の音が鳴ってますよ、グリムさん。しまったんだぞ。穴掘りを頑張りすぎたせいで腹が減って。まさかこれでバレるのか。今の地響きのような音はどんだけ大きい腹の音なんだオンボロ寮生たちの部屋の方だ。やべんだぞ。やばいやばい、逃げろ。お前たちそこで何をしている。いや、見つかっちまった。鍵はしっかり閉めたはずなのに、どうやって外へ。ああ、床に穴がなんて往生際の悪い奴らだ。バレたー。脱走者だ。おえー、逃げ切ろう、グリム。捕まったらまた牢獄生活へ逆戻りなんだぞ。逃げろ。おえー、指名手配だ、もうこれ。とりあえず適当な部屋に入ってやり過ごすんだぞ。完全に指名手配犯になってしまった。どこへ行った。手分けして見つけ出せ。出てこい、ドブネズミどもめドブネズミってひどくない。行ったみてえだな。なんとか巻きましたね。そうだね、時間の問題だと思う。万事休す。下にしよっか。くっさー、なんとか逃げ切る方法はねえのか。にしてもここは何の部屋だ。真っ暗で何も見えねえんだぞ。まさか放物庫なのでは。なんかふさふさしたもんが顔に。このちょんちょんはくすぐって。おい、スマホで照らしてくれ。出た、スマホ。このためのスマホか。初めて学園長に感謝したわ物置。おーい、魔法の絨毯、助けて。ちょー、びっくりした。大声出しちまうところだったじゃねえか。ここカリムの宝物庫かなんか泥棒の疑いまでかけられそうだけど大丈夫かな。鍵一つかけてねえなんて、金持ちにも程があるんだぞ。そうだ、お前がいれば見張りを振り切って外に出られるかも。分かってない。いやい、絨毯。お前をここから出してやる。だから俺様たちを寮の外まで連れて行くんだぞ。あ、交渉成立？よし、絨毯の上に乗り込むんだぞ。行こう。スカラビアにおさらばだ。このまま第4章終わってしまったりして。そうはいかないよね。ストーリークリア。いや、まさか魔法の絨毯で脱出できるとは。え？海底ホール？行きましょう。なんだろうね。お！バグってる。ゲストキャラクターがいない。これ誰なんだろう。この人選ぶ？ハテナだけど。よし、行こう。ハテナ。面白い。上空。やったー！脱出成功なんだぞ。俺様たちは自由なんだぞ。やったね、グリム。まさかさ、本当に穴掘り切るとは思わんかったわ。あれを見ろ。あいつら寮長の魔法の絨毯に乗ってるぞ。もうスカラビア立ち入り禁止だろうなこれ。脱走したばかりか盗みまで。寮長にバレたら僕たちどんな目に遭うか。絶対に捕まえろ。待てこの泥棒。悔しかったらここまでおいでってんだぞ。確かに。どうやって操縦するんだろう。操縦？カリンは隅っこについてる房を掴んで引っ張ってたよ。あ、そうなんだ。大丈夫か？びっくりしてるけど、絨毯。うわぁ！急に回転しだしたんだぞ。こら、言うこと聞くんだぞ。なんか一波乱ありそう。ああ！目が回らない！止まれ！止まるんだぞ！寮の外へ出るぞ！おえおえ！あの寮生たちも大変だろうね。ヘトヘトだろうに。すごいいろんなとこ走ってる。ああ、鏡にぶつかる。マジ？おお、出た。めちゃくちゃにしてしまった学園を。死んだ？まさか。あのよ。勝ち。あここはモストロラウンジ。気づいたらイソギンチャクが生えているかもしれない。おや？こんな深夜にどんなお客様がいらっしゃったのかと思えば。なんか懐かしいな、この二人。食べ物盗みに来た泥棒かと思って締めに来たのに。小エビちゃんとアザラシちゃんか。なんだつまんねえの。遊びに来たのつって。おいお前らなんでここに？なんでって俺ら冬休みや流氷で家に帰らないって言ったじゃん。言ってた。それじゃあここはオクタビネル。いや、マジで実家みたいな。実家に帰ったみたいな笑顔だけど、グリーブ。はい。オクタビネル内のモストロラウンジです。やったー！俺様たち、ついに牢獄からの脱出に成功したんだぞ！よかったね。なんか絨毯も喜んでるわ。牢獄とは？つうか、その四角いヒラメみたいなの。何？ヒラメって。カリムさん所有の魔法の絨毯によく似ていますが。もう逃げられないぞ盗人どもめ。ここまで追いかけてくんの？おとなしくお縄につけ。こんなところまで追っかけてくるなんて、ね、なんてしつけえやつらなんだぞ。マジで必死だ。君たち、こんな深夜に一体何の騒ぎですか？お、アズール、助けてくれ。お前はオクタビネルの領長、アズール・アーシェングロット。これは一体どういう状況なんですか？オクタビネルには関係ないことだ。おとなしくそこの二人を引き渡してもらおうか。よく見れば床に転がって震えているのは監督生さんとグリムさんじゃありませんか。はい、震えております。あまりに小汚いので雑巾かと思いましたよ。めちゃくちゃ言うな。雑巾でもいいんで助けてください。これには海より深い理由が。引き渡さないのであればお前たちもただでは済まさないぞ。はあ、誰に向かって言ってんの。やばい、フルードめっちゃキレてる。モストロラウンジではいかなる揉め事も認めません。ここは紳士の社交場ですから。なんだと、邪魔する気か。構わん、実力行使あるのみだ。ボスカラビア領生荒ぶってっからな、こうなっちゃうよな。品のないお客様にはお引き取り願いましょう。やばい、ここなんかこの3人がまさかこんな頼もしくなるとは思わんかったわ。ジェイド、フロイド、彼らをつまみ出しておしまいなさい。はい。まさかさっきの助っ人ってオクタビネルの3人か。不幸せな人なんでしょう。お、アズールを選んでいた。あ、これ龍魔法打てるな、リドル君。めっちゃ龍魔法打ちたいのに打てない。これじゃあわかった。そうだな、エペル君にしとこっか。そうする。ほら、ゴリ押しだ。集中してない。次、うわー、どっちだこれ。てか木か水かってことか。水つか火でいこうかな。仰せのままに。しょうがねえな。確実に木の時にリオス君使ってきましょう。マジだ、ダメだった。お、やっとアズール出てきたね。おっしゃ、じゃあこれでリドル君、アズールいいでしょ。これで龍魔法とお安くしておきます。準備はいいかな、アズール。もちろんですよ、リドルさん。強い。よっしゃ、ほら、フィニッシュ。これは大健闘でしたね。雑巾みたいな監督生だけど助けてくれたわ。ストーリークリア。いや、まさか一気にモストロラウンジまで来るとは思わなかった。はい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。続きめちゃめちゃ気になりますね。モストロラウンジ、オクタビネルのみんながなんかどういう風に絡んでいくのか楽しみです。ということで今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。